県の指定無形文化財棒の手の季節がやってきました。無病息災五穀豊穣を祈るさなげ神社の祭礼で、この地域の子どもたちは幼少の頃から練習を重ね、本番の日を心待ちにしています。ありがとうございました。はい、カット。はい、お手伝いありがとう。いいね、こちらこそいつもありがとう。タイがやうまい。おお、俺結構うまいよ。いやー、おーごい、はっ、いったいってー、カンタ痛いよ。昔はもっとうまかったんだけどな。ママとずっと組んでたんよ、背が同じぐらいだったから。じゃあ二人でやってよ。ママ下手くそだよ。でもいや強いよ、ママめっちゃ下手だから。よし、やろう。タイガー、いやー、どうもい、はい、ごめん。そんな本気でやらなくても。いや本気でやらんと罰当たるよ。言ったな。うん、あーし、来い、いくよ。カンタ見とけ。いやー、どうもい、は、いや、いや、これ使えるんじゃない？ん？何親みたいなこと言ってんだよ！あなたのお父さん亡くなったの。車も経営も知らないお前が何をやるんだ？だってこのままじゃみんなが。お店残せんですかね？お願いします。お願いします。お願いします。俺らでラリーに出て、いなくてもちゃんとやれてるんだってアピールしましょう。ラリーですよ、ラリー。人生はレースだ。道から外れたら戻れない。兄さん、俺たちが出るのはレースじゃなくてラリーだから。ラリーっていうのはどんなにボロボロになっても転んでもまた元の場所に戻ってくる。人生はラリー。私はこの街が大好き。やっとやりたいことが見つかったんだよ。美穂、もう一回チャンスくんないかな。